昭和27年にですね、旧若松市によってですね、作られた教会。ここはね、いいのはね、珍しいのは、普通はこう、ため池とかでやるじゃないですか。ここは洞海湾の水を使って、洞海湾の水を使って、そのままですね、洞海湾とか、プロレース場になってる。